斉藤元彦知事が40万の高級革ジャンを業者にねだったという話をご存知ですか。今回の動画では兵庫県知事としての責務を果たすべき人物が自らの特権を乱用し高級革製品を無償で手に入れようとした問題について取り上げます。斉藤知事がこの行為に及んだ背景にはどのような意図があったのか、そしてこの事件がもたらした影響は知事個人にとどまらず兵庫県全体、さらには日本全体に波及する深刻な問題を浮き彫りにしています。知事のこの行動がいかに倫理的に問題視され多くの批判を浴びたのかについても詳しく解説します。公職にある者として斉藤知事が本来持つべきリーダーシップや責任感がいかにして崩れ去ったのか、そしてその結果として兵庫県民が抱く不信感や社会全体への影響についても考察していきます。さらにこの問題が今後どのように展開していくのか、斉藤知事の立場がどう変化していくのかについても注目が集まっています。世間の声や批判が高まる中、知事がどのように対応をしていくのか、そしてこの事件が日本の地方自治体全体に与える影響についても触れていきます。今回の議題は単なるスキャンダルではありません。これは政治家としての資質と責任が問われる重大な問題です。視聴者の皆さんもこの一連の事件を通じて私たちが選んだリーダーたちが本当に信頼に足る人物なのかを考える機会となるでしょう。それでは斉藤元彦知事の高級革ジャンをねだり事件についてから始めましょう。兵庫県知事斉藤元彦氏が起こしたこの一件は多くの人々に強い衝撃を与えました。知事という公職にある人物が自身の立場を利用して高額な品物をねだるという行為は倫理的に大いに問題があります。この事件の発端は斉藤知事が兵庫県庁で行った面会の場面に遡ります。斉藤知事はそこで出会った革製品の生産業者に対し約40万円相当の高級革ジャンをもらえないかと依頼したとされています。この行動は一般的な常識や公務員としての倫理を著しく欠いたものであり多くの批判を浴びました。公職にある者がその地位を利用して私的な利益を追求することは厳しく禁じられています。それにもかかわらず斉藤知事はこの行為に及んだことで自らの公正さや信頼性を大きく損なう結果となりました。さらにこの出来事は単なるおねだりでは済まされない、より深刻な問題をはらんでいます。それは斉藤知事が自分の役割と責任をどのように理解しているのか、そしてその理解がどれほど歪んでいるかを露呈した点です。斉藤知事は県民を代表しその利益を最優先に考えるべき立場にあります。しかしこの一連の行動は彼が自らの利益を優先し県民の信頼を裏切るものでした。知事という地位は公共の福祉を追求するためのものであり決して個人的な贅沢を満たすためのものではありません。しかし斉藤知事の行動はあたかもその役職を個人的な特権として捉えているかのように映ります。この姿勢こそが彼の行動の根本的な問題を示していると言えるでしょう。またこのおねだり事件は単なる一度きりの軽率な行動ではなく斉藤知事のリーダーシップ全体に関わる問題として捉えられるべきです。公務員としての自覚を欠き倫理観を軽視するようなリーダーが果たしてその職務を全うできるのでしょうか。この疑問は今後の兵庫県政に大きな影響を与えることでしょう。県民はこの事件を通じて斉藤知事の真の姿を見極めその判断に基づいて彼のリーダーシップを評価することになるのです。次は斉藤元彦知事の行動に対する倫理的問題と影響についてです。斉藤元彦知事の行動が引き起こした倫理的な問題は単なる一過性のスキャンダルでは済まされない重大な問題を浮き彫りにしました。公職に就く者がその地位を利用して個人的な利益を追求する行為は社会全体に深刻な影響を与えます。斉藤知事が言った一連の行動はまさにその典型例と言えるでしょう。まず知事という立場にある者は公私の区別を厳格に守らなければなりません。これは
公共の利益を最優先に考えるべき責任を負っているからです。ところが斉藤知事はその責任を軽視し、自らの地位を利用して特権を乱用したことが明らかになりました。これにより彼が抱える倫理観の欠如が露呈し、その信頼性は一気に崩れ去りました。またこの事件が与えた影響は斉藤知事個人にとどまらず、兵庫県全体に波及しています。県民の間には知事が自身の利益を優先する姿勢を見せたことに対する強い不信感が広がっています。公職に就く者が倫理的に正しい行動を取らない場合、その影響は行政全体に及び、県民の信頼を失うことになります。これは地方自治体のガバナンスの質を低下させるだけでなく、ひいては民主主義の根幹を揺るがす危険性さえ秘めています。さらに斉藤知事の行動は他の地方自治体のリーダーたちにも悪影響を与える可能性があります。公務員の倫理的な行動が問われる中で、知事という立場にある者がこのような行動を取ったことで、他のリーダーたちの行動に対する監視の目も一層厳しくなるでしょう。これにより公務員全体に対する信頼が揺らぎ、ひいては地方自治体全体の機能が低下するリスクが生じます。このように斉藤知事の行動が引き起こした影響は単なる一個人の問題にとどまりません。彼の倫理観の欠如は地方行政全体の信頼性を低下させる結果となり、社会全体に深刻な影響を与えるものです。この事例はリーダーとしての資質が問われる重要な局面であり、彼の行動がどのような結果をもたらすかは今後の兵庫県政にとって大きな課題となるでしょう。次は県民や社会に与える影響と懸念についてです。斉藤元彦知事が引き起こした問題は兵庫県全体にとって深刻な影響を及ぼしています。県民の間では知事に対する信頼が著しく揺らいでおり、これは単なる一時的な感情の波ではなく、根深い不信感へと発展しています。知事という公職に就く者が自己の利益を優先させる行動を取ったことにより、県民はそのリーダーシップに疑念を抱くようになりました。この不信感は県政全体への信頼を損なう重大な事態を招いています。さらにこの問題は兵庫県にとどまらず、全国的な政治不信の広がりにも寄与しています。斉藤知事の行動が公に報じられることで他の自治体や国民全体にも波及し、政治や行政に対する信頼が失われつつあります。特に若者を中心に広がる政治不信は将来的に民主主義の根幹を揺るがす可能性があります。彼らが政治に関心を持たなくなることで健全な政治参加が阻害され、社会全体の機能が低下する懸念があります。また斉藤知事の問題は兵庫県内の経済や社会構造にも影響を及ぼしています。県民が自らのリーダーに対して不信感を抱くことで、地域社会の連帯感や協力体制が弱まり、経済活動にも悪影響を与える可能性があります。地域の発展や福祉の向上に向けた取り組みが停滞し、結果として県全体の発展が阻害される危険性が高まっています。このように斉藤知事の行動は単なる個人の問題にとどまらず、広範な社会的影響を引き起こしています。県民や社会全体が抱く不安や不信感は短期間で解消されるものではなく、長期的に県政の健全性や行政の透明性を問う重大な課題となっています。この問題が与える影響は今後も県内外で波及し続け、社会全体の政治に対する姿勢や信頼を根底から揺さぶる可能性があるのです。最後は世間の反応と今後の展開についてです。斉藤元彦知事の行動に対する世間の反応は驚きと失望に満ちています。特に一般市民や政治評論家の間では、彼の行動がどれほど公職の倫理を逸脱しているかが強調されています。彼が自らの地位を利用して個人的な利益を追求しようとしたことは、県民の信頼を著しく損ねない、兵庫県全体のイメージにも悪影響を及ぼしました。この一連の事件は地方自治体のリーダーシップに対する世間の期待を裏切るものであり、斉藤知事がその信頼を取り戻すのは容易ではないでしょう。世間の批判は彼のリーダーシップの欠如だけでなく、
彼が抱える倫理的問題の根深さにも向けられています。多くの人々は彼の行動を単なる失策として片付けることができず、むしろその背後にある性格や価値観に疑問を抱いています。これが原因で彼に対する不信感はさらに増大し、斉藤知事が今後もその職務を遂行できるかどうかが問われています。また今後の展開としては、斉藤知事に対するさらなる調査や場合によっては法的な手続きが進められる可能性があります。すでに多くの県民や関係者が彼の辞任を求める声を上げており、この動きはますます広がりを見せるでしょう。仮に斉藤知事が辞任を拒否した場合、さらに厳しい批判が集中し、政治的な圧力が強まることが予想されます。彼がこれまで築き上げてきたキャリアや評判は一瞬にして崩れ去るかもしれません。このように斉藤知事に対する世間の反応は、彼の行動がもたらした社会的な波紋の広がりを示しています。今後の展開次第では、兵庫県だけでなく他の自治体や国全体に影響を及ぼす可能性があり、彼が抱える問題は日本の政治文化にも深い問いを投げかけるものとなるでしょう。世間の目は斉藤知事の今後の一挙手一投足に注がれており、彼がどのような行動を取るかが大きな注目を集めています。ここまでご覧いただきありがとうございました。斉藤元彦知事が公職という立場を利用して高級革ジャンを無償で手に入れようとした問題について、皆さんも多くの疑問を感じたのではないでしょうか。この事件は単なるスキャンダルにとどまらず、知事としての倫理観やリーダーシップの欠如を浮き彫りにするものでした。公職にある者がこうした不適切な行動を取ることで、私たち市民がどれほど深い不信感を抱くかを改めて考えさせられます。今回の動画で取り上げた斉藤知事の行動は、彼のリーダーとしての適性を大きく揺るがすものであり、さらに県政全体への悪影響も避けられないでしょう。このような問題が生じた背景には、斉藤知事が持つべき倫理観の欠如や責任感の薄さがあると考えられます。彼が公職にある間、県民の信頼を取り戻すことができるのか、そして彼が今後どのような対応を見せるのかに注目が集まります。しかしこの事件は単に斉藤知事一人の問題にとどまらず、私たち市民一人一人が政治や行政に対してどのように監視の目を光らせるべきかを問うものでもあります。公職にある者が私利欲に走ることを許してはならないという姿勢を私たち全員が持ち続けることが重要です。この動画を通じて、皆さんが政治や行政に対する関心を深め、より健全な社会の実現に向けて考えを巡らせるきっかけとなれば幸いです。ぜひ皆さんのご意見や感想をコメント欄でお聞かせください。斉藤知事の行動についてどう思われたのか、またこのような問題が起こらないためには何が必要だと考えるか、皆さんの率直な意見をお待ちしています。これからも社会や政治に関する重要な問題を取り上げていきますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。